かみんな個性出すチャンスは全然ないすれ違う時にさ、絶対先輩におはようございますとか言わなきゃいけないみたいな。じゃあみんな坊主ってことですね、男子はね。Hey guys and girls, it's Cathy Cat. This time we're gonna go hit the streets of Tokyo and ask Japanese people about the strictest Japanese school rules. And there will be some things that you will be very, very surprised about, because I was. On that note, don't forget to also subscribe so you don't miss more of our street interviews here in Japan. If you're interested about Japanese culture, this is the place to be. And I'll catch you soon at the end of the video. Let's go!時間とかすごい厳しくって、10分前とかにはもうなんか集合しててくださいみたいな感じで、なんか結構時間とか厳しかったですね。3分前に来ても怒られるみたいな感じでした、私のところ。3分前はもう遅いみたいな。そう、なんかもう10分前に開いてねみたいな感じ、厳しかったです。他にもなんか例えばメイクとか眉毛、前髪、指とかなんかルールありましたか？全部ダメでした。なんか爪も出てたらダメだし、眉毛も剃っちゃダメだし、なんか髪のなんかゴムの色とかもなんか黒じゃなきゃダメとか、ヘアピンもなんか黒じゃないとダメとかで、全然可愛い格好できなくって、ゴムもダメってことですか？だから今の若干ピンクみたいなのもダメですか？あ、ダメだった。ダメだったよね。爪はなんでどうだったんですか？塗っちゃいけないって感じですか？塗るのなんてもう絶対ダメ。長いのこの出ちゃダメ、長さが。なんかここ見えないように切んなきゃダメとかでした。なんかみんな個性出すチャンスは全然ない。その学校のルールでこのルールあってよかったとかなんかもありますか？こうないかも。逆に先輩とのなんか他のルールとかありましたか？先輩には挨拶しなくちゃいけないとかそういうありました？すれ違ったら絶対しなきゃいけないっていうのがあって、その部活の先輩に会ったら絶対大きな声で挨拶しなきゃダメみたいのがあって、あ、でもそれあったおかげで社会に出てからなんか挨拶できるねって言われるから、それは良かったかも。髪型とか、前髪は眉毛にかかっちゃダメとか、耳にかかっちゃダメと、あとシャツのワイシャツの襟に当たらないように、襟足が髪型とかありました。あとは下着もまあ見ないんですけど、下着も白じゃないだかみたいな見ないのに何これ何学生書に書いてあるみたいな。であとこのシャツはもう黒シャツダメで、絶対白じゃないともうそれ見えるんで、もうそれは柄シャツとか着てたらもういかれるとか、あと髪型こう刈ってたりしたらもう丸坊主みたいな。2ブロックっていう髪型じゃないですか。あれしてってんのバレたらもうその場で先生がもう高校は先生がミークーってやっちゃう。実際いました。丸坊主にした子いました。なんか日本で髪型のルール結構あるんですけど、なんでそのルールがあると思いますか？やっぱみんな同じ黒髪やったらやっぱみんな一緒にしんひんとあかんみたいな。やっぱ集団心理が強いから、やっぱ日本人はみんな一緒にはいけないみたいな。ちょっとポッて出ちゃったら出た釘は打つみたいな感じで、出て釘打たれるみたいな、ね。だからうちの高校はもう卒業したらみんなすぐ次の日に髪染めに来ますもう反動がすごすぎてもうなんかプレッシャーがありすぎた爆発もうみんなもう金髪とかにします。いきなり僕はすぐ金髪にしました僕は次の日、もう卒業式の次の日にも朝から行きました。なんか束縛されすぎた感じ。そうですそうです。だから校門に先生が立ってて、髪の毛が茶色い人見つけたら連れてって髪の毛こうバーって、当日だけ髪の毛黒くして、洗ったら落ちるみたいなんだけされて、色はそのままみたいな感じばっかりして。どういうこと？スプレーで色を変え、学校で大丈夫なんですか？先生がずっと持ってます。多分職員室にいっぱい置いてます。ちょっと待って、先生の教室にスプレー缶が置いてあったってことですか？多分置いてます。黒くして帰ってきます。でも洗ったら落ちるじゃないですか。洗って落ちます。次の日またされるんですか？学校内だけやって、登下校だけ黒くしてイメージ落とさないようにして、他は OK みたいな。制服着て茶色かったら多分怒られます。なんか中途半端なルールの気がするんですけど。お疲れ様です。部活とか私吹奏楽部だったんですけど、すれ違う時にさ、絶対先輩に「おはようございます」とか言わなきゃいけないみたいな。それがルールなんですか？で先輩はなんか返してこない。そう先輩に無視されても、普通に部活以外ですれ違った時も必ずなんか「おはようございます」みたいなっていう。ちょ先生じゃなくて先輩に。でもそれも生徒ですよね。そう生徒です、生徒。なんで？なんだろうね。なんか無言のルールみたいな、なんかもうスカートの丈とかも1年生は絶対折っちゃいけないみたいな。靴下のなんか先輩とかなるともうくるぶしとかハイソックス履いてもいいけど1年生はなんかダメみたいな。じゃあそのルールは1年生だけに厳しい。ちょっとずつ緩くなっていくみたいな。2年生になってちょっと緩くなって3年生になるともう自由みたいな。まあ見た目のルールは誰が決めるんだ、先生ですか、それとも先輩？先輩もそうだし、先生もなんか何もそれに対しては言ってこない。そう、何も言わないみたいな。なんかちょっとその学校はなんか先輩に支配されてる？私テニス部だったんですけど、もうそれも同じようなルールで、あとリュックとかも1年生はもう黒みたいな。で3年生とかになるともうカラフルなのでも別になんか何も言われないみたいな。先輩からなんか嫌な目で見られる。1年生の時に派手なバッグとか持ってるとなんかすごい調子乗ってるみたいなそう感じになる。よく先輩に怒られたりするんですか、その学校では？無言の圧力みたいな、もう入る前からなんとなく分かってるみたいななんか例えば友達がまだ1年生の時に「いやいやいやこのバッグは女子なよ」みたいな、「そう、やめた方がいいよ」みたいな。逆に役に立った部活のルールありますか？まあでもやっぱり先輩にはやっぱりきちんと敬語だったりとか、あとは先輩がこう何か雑務とかしようとしたら率先して自分がやらなくちゃいけないから、そこはなんか学べて、社会でも役立ってるかなとは思います。その気遣いだったりとか、あと敬語の使い方だったりとかは。そうだよね、日本人。しばらくお待ちください。男子は坊主、スポーツ狩りっていうの、長髪はダメだった私たちの時は。坊主にしなくちゃいけなかったんですか？そうそう、中学校の時のね、校則で。じゃあみんな坊主ってことですね、男子はね。高校の時はスカートが膝下10センチとか、膝より下10センチ。いや、かなりもう足が見えない感じ。そうですね。そんな感じでしたね。どうやってそれ、なんか先生がなんか測っちゃうんですか？1ヶ月に1回校門の時にこう朝「おはようございます」って校門入る時にこのぐらい狭くして一人一人こんなメジャーでチェックしてた私たちの時代の時はスカートが長いのが流行ってたの。もっと長いのももっと短いのもダメ。そう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 、ダメ。なんかちょうどいいってバランス取るの難しいんですね。あとみんなこうあって学校の中に入ったらこう伸ばすみたいな短いのだよね、今のはね。もし学校のルール守らなかった場合はどうなったんですか？1回は OK、 2回で忠告、3回目は反省文学校終わった後にこう教室行って反省文書いて提出みたいな。でまた守れないとお母さん呼び出しみたいな反省文の中には「私のスカートが長すぎてすみません」みたいな、「今後そういうスカート履きません」みたいななんか頭髪とかは厳しいかなと、なんか今の時代にそぐわってないなとは思いますね。なんか染めちゃダメとか、なんか逆に赤茶で生まれて地毛が赤茶でも染めなさい、黒に染めなさいみたいなのがあったりして、それはちょっと人種差別的なところもあるんじゃないかなとは思いますね。よろしくお願いします。なんか私立だったんですけど、なんかスカート折れないから、なんかせっかくの女子高生なのになんか膝下みたいな、そこが嫌だなって思いました。なんか清掃みたいなだから上は無理みたいなあとノーメイクだからもうみんなすっぴんみたいな髪の色も厳しくて、地毛が茶色だったんですけどそれもダメで黒く染めました。いつも黒染めしてました。なんか地毛って証拠すればできないんですかねなんか申請してすれば OK みたいな言われて申請したけど、なんか毎回やるたびになんか茶色いねって言われて引っかかってました。高校3年間ずっと黒染めしなくちゃいけなかったんですか？黒染めしなきゃいけなかった。地毛なのに？地毛なのに。これ今でも理解できないその方がちょっと頭皮になんかひどいし、染めちゃいけないのになんか黒染めは OK みたいな、意味わかんないつの他にもなんか例えば部活の不思議なルールとかありましたか？中学の時にさ、彼氏作っちゃダメみたいな先生が厳しくて、恋愛もなんか注意された。遠回しに別れろみたいな言われました。どんな遠回しだったんですか？スポーツ部だったんですけど、試合にプレーに影響してて、今のままだとダメみたいな言われて、それは男が影響してるからけじめつけろみたいな言われました。何のスポーツだったんですか？ソフトボールです。勝つために彼氏と別れってことですよね。ソフトボールのために青春を諦めるわけでもないでしょう。自分はどうしたんですか、その時？別れるのは嫌だったから距離を置いてって感じにしました。はい、これで全ての質問でした。ありがとうございます。So those were some of the strictest school rules. Which one surprised you the most? Was it the white pants rule?That was the one that really got me. But generally, there's so many rules about like the length of your fingernails and everything. Very, very restrictive. So how about you? What is the school rule that shocked you the most? Let us know in the comments down below. Also, we've asked this question before in one of our earlier videos and we got some different responses. So you might want to go and check this one out. There's going to be more stuff coming up out to you. So if you are interested about Japanese culture, be sure to subscribe now and like, because a like makes a big change for us as YouTubers. And I catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Bye!